ガサルスは、森岡博之の SF 小説、星海の紋章シリーズに登場する架空の鳥である。金色に輝くカラスであり、アーブ根源29種族の一つ、スポール氏の紋章とされる。スポール一門に関わるものには、この紋章があしらわれている。伝説上の存在であったが、アーブの得意とする遺伝子改造の結果、 実際に、金色のカラスが生み出され、レトパーニュ大公爵上官に旧は現存する。星会の談笑収録の短編、クンリンに、ガサルスの詳細な描写が登場するが、カラスを元に作り出したらしく、鳴き声はお世辞にも良いとは言えない。以下の記述は、星会の裏設定による。ギャスロシック、金色ガラスの由来について、ニフティーサーブで、作者、 森岡博之は日本神話に登場する八タガラスの死因繊維による音韻変化と語っている。推定される音韻変化の過程八タガラスジャットガーズギャスアーズギャスロシックモットも日本神話では八タガラスは古事記中間の冒頭に登場し高木大臣より使わされ苦境に陥った神武天皇の統制を導いた存在とされており特に金色とは 表記されていない。これはアーブたちが祖先の神話や伝承を交易によって収集した過程で混乱が起こったのが原因とされる。ありがとうございます。